今なしを買えば最大で5000円引きのクーポンがついてきます。初回は1食あたり税込み365円で購入可能。なしをよろしくお願いします。現在地はここウィーンですが、今からニュルンベルクを経由してベルリンに向かっていきます。ヨーロッパの列車は結構日本と違うところが多くあり面白かったです。別に新幹線のような列車ではありませんが、このようなテーブルがついています。座席の上にはこのように、画面のようなものがありまして、もしもここに座る方がいらっしゃったら、ここに予約中のような文字が出てきます。予約にはこのオミオというアプリを使いました。日本語対応なので日本人にとってはすごく使いやすいアプリだと思います。購入したチケットはこのようにアプリの内部で保存されていまして、左上の方には自分が乗るべき列車の車両番号っていうんですかね、そういったものが載っていたり、右下にはチケットの QR コードが載っていたりします。今回乗り換えがあり、17時26分に列車を降り、18時4分に列車に乗ります。土地勘がないと思いますので、こんな感じでアラームを設定しておけば安心です。少し時間が経つとこのように車掌さんが回ってきます。ヨーロッパには改札がないことが多いので、乗ろうと思えば列車に乗れるんですが、このように車掌さんが回ってきますので、先ほどのチケットの右下の QR コードを読み込ませたら、それで確認が取れるようです。座席の柔らかさは見てわかると思いますが、ちょっと硬めです。上の方には枕のようなものがついていて、これは柔らかいです。座席の下にはコンセントもあります。実際に使ったらこんな感じ。このように無料の Wi-Fi サービスもついている車両が多かった印象です。このようにインターネットが使えます。車窓から見えるヨーロッパの風景はだいたいこんな感じで、平原が広がっている中でポツポツと家がある、そういった風景が多かったです。ここで地図を確認してみたら、ここに赤い線があるんですが、これが国境です。つまり僕がいる場所は今までいたオーストリアからドイツに入っていく、そういった場所です。ということでオーストリアからドイツに入りました。国境を越える際にパスポートの点検ということは全くありません。それはこのようにシェンゲン協定といった協定が結ばれている国の間ではパスポートが必要ないというふうに決められているからです。それでは乗り換え駅のニュルンベルクに到着です。さてニュルンベルクに到着です。一旦ここで乗り換えを行います。次に僕が乗るのは18時4分の ICE502 といった列車なんですが、だいたいね、日本とは違ってプラットフォームが直前に決まったりするらしく、18時4分の ICE502、 ベルリンって書いてあるこれですね。で、右の方を見た6の A から F と書かれています。ちょっと時間的に余裕がありますので何か食べようかなと思っているんですが、乗り遅れたら大変なので持ち込むことができるものにしましょう。ということでパンと飲み物を購入しました。プラットフォームの6番に行きます。さてこれからお話しするドイツという国がどのように成立したのかという話をしておきます。もともとこの辺りにはオーストリアという国とプロイセンという国、そしてそれ以外の多数の小さい国がありました。ここから3つの戦争を経てドイツは統一されていくんです。1回目の戦争ではドイツ人が多く住んでいる地域をデンマークが併合しようとしたことから、プロイセンとオーストリアが同盟しデンマークと戦い勝利しました。2回目の戦争では1回目の戦争で獲得した地域の管理をめぐってプロイセンとオーストリアが戦った戦争です。勝利したのはプロイセン。こうしてプロイセンがドイツ諸国の主導権を握ります。3回目の戦争はフランスを共通の敵として戦うことでドイツの統一を図った戦争です。当時フランスのトップはナポレオン3世、プロイセンのトップはヴィルヘルム1世。ヴィルヘルム1世はナポレオン3世のフランス帝国を打ち破り勝利。こうしてベルサイユ宮殿でヴィルヘルム1世はドイツ皇帝となり、ドイツ帝国が成立したんです。さてドイツの首都ベルリンに到着しました。まだ外は明るいですが、時刻は9時半を回ったところです。結構時間も遅いので今日はすぐにホテルにチェックインすることにしました。なんだか想像していたよりもすごく綺麗な場所のようです。ということでお部屋に到着です。すごく綺麗だ。
これ1万円くらいでこれですからね。ドイツって物価安いのかな。とりあえず早くご飯食べないとどこも閉まっちゃうんで、ご飯を食べに行きます。最近よくあるこのスキャンするタイプのお店で、こんな感じでね、言語を選ぼうと思ってもこれドイツ語しかないんですよ。それに困ってるのに気づいたようで、英語のメニューを持ってきてくれました。ドイツといえばビールということで、本日もビールを頼みました。すごい美味しそうなピザが出てきました。今日1日は結構移動が多かったので、動画としてはあまり進んでいないかもしれませんが、明日はこのベルリンを観光していきますので、ご期待ください。それではおやすみなさい。皆さんおはようございます。ベルリンの朝です。今日はドイツの首都であるベルリンをぐるっと一周というか、東から西に一直線に移動していくみたいな、そんな感じのルートを取ろうと思っています。ということで、まずは列車に乗って移動していきます。他の国ではなかったんですが、この iPhone のアプリで1番線に行けばいいよというふうにプラットフォームまで教えてくれるので、ちょっと楽ですね。ドイツは向こうの方にあった駅で電車を降りて、こっちの方に歩いてきていました。で、ちょっとね、僕見覚えがある建物があったので足を止めたんですが、向こうの方を見たらフンボルト大学と書いてあります。ここにいる石像のお方がフンボルトさんで、この人が作ったからフンボルト大学というのですが、なぜ僕がこの建物に見覚えがあったのかと言いますと、明治維新の際に大日本帝国憲法を作る、そうやって伊藤博文がドイツに留学しました。その大学がここです。伊藤博文はこのフンボルト大学でグナイスト、そしてモッセといった人物から憲法について学ぼうと思ったんですけど、結構ですね、あんまり教えてもらえなかったようです。ということで、伊藤博文はこのベルリンから夏休みを利用して、昨日まで僕がいたウィーンに向かっていきます。このウィーンにはウィーン大学といった大学があったんですが、その大学に、シュタインといった人物がいます。この方がシュタインです。このシュタインからいろんなことを学んだ伊藤博文は、日本に帰ってきて大日本帝国憲法を作ったというふうに言われています。日本が近代国家になるにあたり、お手本にした国というのがこのドイツでした。第一次世界大戦において日本はドイツと敵対しますが、そういった背景もありましたので、日本の上層部は当初ドイツを敵に回すのは嫌だというふうに考えていたようです。この前お話ししましたように、第一次世界大戦でのドイツの作戦というのは、まず最初にフランスを倒した後に東側にいるロシアを倒すといった作戦でした。ということで、ドイツは自分の国から他の国に攻め込んでいったという背景があり、自分の国の中では戦いがほぼ起こっていません。なので、このベルリンを歩いていても、第一次世界大戦の戦争の遺跡というのはほとんどないと思います。だからといって見るべきものがないというわけではありません。こちらにありますのがベルリン大聖堂、そしてその反対側にありますのがこちらフンボルトフォーラムです。現在僕がいる周辺の地図を確認してみますと、このようになっていまして、島があるんですね。で、日本語で言うとこの島は博物館島といった名前らしく、この周辺にたくさんの博物館があります。実はこの島の中にはかつて王宮があったということが知られていて、下に書いてあるんですが、かつてのベルリン王宮の位置かっこ薄い赤というふうに書いてあります。現在僕が立っているのはこの橋のすぐ近くなので、ここにある薄い赤というのは現在フンボルトフォーラムがあるあたりです。現在僕が立っているのがこの橋の手前で、ここに川があるんですが、この向こうですね、これがフンボルトフォーラム、昔のベルリン王宮です。こちらの写真が1920年代のベルリン王宮の西側から撮った写真らしいんですが、見て分かります通り、フンボルトフォーラムはその外観は全く同じように作られています。第一次世界大戦の終盤にドイツでは反乱が起き、そして帝政が崩壊して第一次世界大戦が終戦に向かうというふうな流れなんですが、その後もこの王宮は残っていたようで、博物館として使用されていました。しかし第二次世界大戦の頃に空襲によって崩壊、その後取り壊されていたのを現在復元したというのがこのフンボルトフォーラムです。いろいろ調べてみたところ、これが1688年のベルリンの地図らしいんですが、
これどこだと思ってですね、いろいろ確認したところ、ここに川がありまして、この黄色いあたりですね、ここに島があります。現在の地図で確認してみると、ここに川がありまして、ここに島があります。つまり先ほどの地図というのは、現在僕がいるこの周辺の地図でしょう。現在ベルリンと言いますと、すごく広い範囲をベルリンと呼んでいるようなんですが、かつてはこの周辺がベルリンと呼ばれている地域だったようです。しかも地図を見てみると、このように両方式の城郭があったようで、かつては防御の拠点だったんですね。言われてみれば、現在の地図でもその当時の名残が残っているようで、ここにね、ぐるーっと丸い道があるのがわかると思います。日本がドイツをお手本にして近代化を進めている頃に、ドイツを治めていたのはウィルヘルム1世です。その当時の首相がビスマルク、彼はめちゃめちゃ外交が上手でした。現在の地図ではこんな感じになっていて分かりにくいので、昔の地図を使いましょうか。これが第一次世界大戦が始まった頃の地図なんですが、現在は全然違う形をしているドイツがここにあります。ドイツ帝国です。で、西側を見てみますと、こちらフランス、これもちょっとだけ形が違うかなと思うんですが、東の方を見てみたら、すぐ近くにロシアがありました。つまり西の方にフランス、東の方にロシアがあったというのは、もうこの地図を見たら一目瞭然だと思います。ということで、ビスマルクはこう考えました。外交上絶対に避けなければいけない事態というのは、ロシアとフランスが手を組んでドイツに攻め込んでくることだ。ということで、ヴィルヘルム1世の下で働いていたビスマルクは、フランスとロシア両方の相手をするという状況を、その外交力を使って避けていきました。こうしてドイツ帝国は他の国に攻め込むということはせずに、自分の国をどんどん強くしていき、ヨーロッパで存在感を増していきます。しかし、そのドイツの方針が一気に変わる出来事が起こります。ヴィルヘルム1世が崩御してしまったのです。そのヴィルヘルム1世の葬儀が行われたのが、向こうに見えていますベルリン大聖堂でした。どうやら中に入ることができそうなんで入りましょう。どうやらフラッシュなしでは撮影して良さそうですが、ここから先は静かにと書いてありますので、後で録音します。入り口にはこのようにパンフレットがあります。日本語は置かれていなかったので、多くの日本人は英語版を読むことになるでしょう。それでは大聖堂の中に入っていきます。正面には3つの絵が掲げられています。左から順番に、キリストが生まれた場面、キリストが十字架にかけられた場面、そして最後がキリストが復活した場面です。ここにあるパイプオルガンは世界最大級の大きさとして知られています。最も正面が見えやすい場所には皇帝が座るための席があります。こちらがヴィルヘルム1世の葬儀を描いた絵画です。中央にいらっしゃいますのがヴィルヘルム1世。おそらくこの場所でしょうけれど、現在の聖堂は復元されたものなので、ちょっと形が違います。中にはこんな感じの標識が置いてありまして、上に登っていったら360度のパノラマの眺めが見れますというふうに書いてあったんで、あ、上に登ったらそんなのがあるのかと思って上を見てみたんですが、ここから見てもどこにあるんだという感じです。とりあえず登っていけばわかるでしょう。ここから見た感じだと結構簡単に上に行けそうに見えるんですが、途中からこんな感じの階段になってきます。途中で疲れて立ち止まっている人が結構いました。上に登って見たパノラマはこんな感じで、ああなるほど、外側を見るためのものだったのかと、そりゃ内側から見たって見つからないなというふうに思いました。結構ベルリンは赤い屋根のお家が多いんだなという印象です。この後は目の前にあります広場に降りて、左側にある道をずっと今向かっていっている方向に歩いていきます。こっちに行けば何があるかというと、見えますかね、ちょっとあそこに馬車の像があるんですが、門があります。ということで下に降りていきましょう。世界中どこに行ってもこういう文化財に落書きをするバカというのは共通のようです。僕が見た限りでは日本語はなかったので安心しました。さて、時間としては11時半を回りましたので、そろそろお昼ご飯の時間です。歩きながらあったお店に入りましょう。店員さんに聞いたらこれがおすすめということでした、ローストポークアンクル、つまり、豚の足首の燻製。
すごいのが来てびっくりしたんですけど、でっかいですね。多分これいつも海外に行った時のパターンですけど、一人用じゃないと思うんですよ。どう食べるのが正解なんだ。すごい。なんとか切ることはできたんですけれど、切るだけでも一苦労ですよ。さて、お話はヴィルヘルム一世が崩御したところでした。ヴィルヘルム一世の後に一代挟んで即位したのがこのヴィルヘルム二世です。彼は若くして即位しましたので、当時おじいちゃんになっていたビスマルクとは話が合いません。ということでヴィルヘルム二世によってビスマルクは退陣に追い込まれ、ドイツは大きく方向転換をしていきます。これまではビスマルクの外交手腕のもと、東西のフランス、ロシアに目をつけられないようにとしていましたが、ビスマルクがいなくなったというふうになりますと話が変わっていきます。ドイツ帝国はどんどん帝国主義的になってきて、領土拡張の方針に向かっていくのです。そんな領土拡張に向かっていくドイツを見て、フランス、そしてロシアは警戒するようになっていきます。こうしてドイツ包囲網が出来上がっていくのです。現在皆さんが目にしているこちらの門ですが、この門はベルリンの有名な門、ブランデンブルク門です。先ほど僕が見てきたベルリン王宮というのはこの道のずっと向こう側にあります。その王宮からまっすぐ伸びている道の先にあるのがこの門なのです。先ほどお話しした通り、ベルリンというのはもともとはこの小さな区域でした。しかしどんどん人口が増え、市街地も広がっていきますと、このように赤い線で書かれていますが壁を作りました。現在その壁はなくなっていますが、昔はこの周辺に壁がありまして、で入り口としてこういった門を作っていたんです。結局ドイツは第一次世界大戦で敗北することになりますが、その敗北の要因の一つがドイツ国内で起こった革命です。ご覧の通り、ドイツの北側には海があり、ここにキールといった港町があります。このキールという港町は昔ドイツの海軍が使っていた軍港でした。そんなキールで起こった反乱がどんどん広がっていきまして、ドイツでは労働者たちが蜂起します。このベルリンでも労働者たちが蜂起してストライキが行われます。現在見えていますのはドイツの国会議事堂です。結局労働者たちのストライキから革命に発展し、最終的にはこの国会議事堂で共和国宣言がされます。このバルコニーですが、見えますかね、柱があって、まあ、窓がこんな感じの形をしています。おそらくあちらにあります窓のあたりから共和国宣言がされたのでしょう。こうしてドイツ皇帝のヴィルヘルム2世が退位して、ドイツ帝国は崩壊、第一次世界大戦は終戦に向かっていったんです。今ちょっと観察していたんですけれど、あそこになんか立ってるの見えますかね、看板だと思うんですよ。おそらくこっちからは読めないようになってると思うんですが、向こうの窓、つまり内側からは読めるようになってると思います。他の場所にはそういった看板はないと思うので、おそらくあそこのバルコニーが共和国宣言がされたバルコニーでしょう。ということで次に向かいますのは、第一次世界大戦を終わらせるきっかけになったキールへと向かっていきます。